今日も絶対防衛都市の開発を目指して頑張っていこう。前回は食堂を完成させたところまでだったな。今回はまず穴掘りをしてもらうよ。石材を確保するのか。ここら辺は石を掘り放題だから石材には困らないな。うん、岩山に黒い箇所があるな。あれは石炭だよ。あそこを掘ると石炭がザクザク取れるってわけ。おお、真っ黒になったぞ。あれが全部石炭か。どうやら石炭の交渉を掘り当てたみたいだ。石炭は今すぐに必要ってわけじゃないけど、今後の需要が拡大しても困らないだろうね。おお、農夫としての力がみなぎってくるぜ。マリサの農夫レベルが上がったみたいだね。これで料理人になれるな。今石のスプーンを作っているから、それができたら早速料理人に転職してね。わかったぜ。おや、貿易商がやってきたみたい。素朴な木の椅子11個と青銅の胸当て2個を交換したいと言っているな。これは美味しい話だよ。金属装備は鍛冶屋がいないと作れないからね。ここらの敵は凶暴だから、いい防具が手に入るのは嬉しいな。素朴な木の椅子くらいこけしにパパッと作ってもらおう。それと町の東側に門を作るよ。こっちからは敵が攻めてくる可能性があるんだよな。そうだよ。今は物資が少ないから間に合わせの簡素な門にしておくよ。後で回収するつもり満々だな。完成した門がこちら。本当に必要最低限って感じだな。当面はこれで行くよ。さて、いよいよマリサに料理人になってもらうけど、そしたら農夫がいなくなっちゃうよね。農夫がいなくなったら作物が作れないんだぜ。だからノルさんにマリサの後を引き継いでもらうよ。仕事の引き継ぎは大事だからな。早速クワを手に取ってるね。ノルさんが見習い農夫になったぜ。しかし、堂々たるヒゲのせいで風貌は熟練農夫のそれだよ。ついでに農地も増やしておくよ。これから住人の数も増えるから、その分食料も増やしていかないとな。それじゃあマリサ、料理人として働いてね。おう、ホワイトベースの田村さんのごとく、塩にこだわった料理を提供しよう。料理人のスプーンは、これだな。ここに偉大なるマリサシェフが誕生するぜ。コック帽をかぶって料理人姿になったね。早速料理器具を作るぜ。今作れるのは石の大釜と石臼だな。石のオーブンって器具もあるけど、これはまだレベルが足りなくて作れないな。最初のうちは作れる料理のレパートリーも少ないが、経験を積んでいけば凝った料理も作れるようになるぜ。今マリサは何をしているのかな？大釜の材料を取りに行っているところだぜ。この石をこうしてハンマーで、うや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 。ものすごい勢いで石を叩いて釜を作ってる。しかしこれは石膏の仕事では。料理道具は料理人の命。その命を他人に任せるわけにはいかない。かっけえ椅子は、大釜は完成。この調子で石臼も作っていこう。完成した料理器具を食堂に設置しよう。よし、これで料理が作れるようになったぜ。今作れるのはシチューだけだね。野菜のみでシチューを作れだと。あれ、できないの？できらー。ついでにミートシチューも作ってやるぜ。これでみんなにまともな食事を提供することができるね。私の調理シーンを刮目せよ。コトコトいい音が鳴っているね。じっくりコトコト煮込むことで旨味を。て、おいこらー、釜の上に土足で上がるなー。リーフが完全に釜の中に足突っ込んでるね。そしてできたシチューを収納するかと思いきや、テーブルの方に運んで食べ始めたぜ。マリサが作った初めての料理はリーフが食すことになったよ。シチューを素手で食べている？できたての熱々料理を素手で食べてる？ガキ塚でそんな企画があったな。本人が美味しそうに食べているならそれでいいか。困ったなぁ。どうしたんだ？ベッドがもうすぐ足りなくなるんだよ。確かに、今の住民は11人、ベッドの数は12床。あと2人住民が増えたらベッドが足りなくなるんだぜ。早めにベッドを確保したいけど、そうなるとまた宿舎を建てないといけない。一段下の土地を使えばどうだ？そこは別の用途に使いたいんだよね。じゃあどうするんだよ。岩山を削ってそこにベッドを置くことにするわ。穴蔵生活かよ。これは仮の住居、あくまでも仮だから。土地が確保できればすぐに第二宿舎を建てるよ。一体いつになることやら。マリサ、ちょっとあれを見て。どうしたのぜ？なんだか明るいところがあるな。
これはゴブリンの野営地だよ。ゴブリンか、初めて見る魔物だけどそんなに強くなさそうだな。私的にはこっちにいる巨大な狼の方が気になるぜ。今の戦力じゃ勝てそうにないね。しかし歩兵がいつまでもレベル1だと、魔物が攻めてきた時にちゃんと戦えるのか心配だぜ。そうだね、歩兵を鍛えることもしないといけないね。というわけでゴブリンのキャンプを襲撃するよ。おいおい、大丈夫かよ。さすがにゴブリンには勝てるよ。いや、私が言いたいのは近くに巨大な狼がいるってことだぜ。狼の方に近づかなければ問題ないよ。さて、それじゃあ初戦闘だね。基本的に戦いは戦闘部隊が独自に判断してやってくれるけど、今のように攻撃する敵を指示することができるよ。なんだかゴブリンは逃げ回っているだけだな。いや、これは逃げているんじゃなくて村の方に向かっているんだよ。なんだって。ゴブリンは村の資源を盗む習性があるんだよ。ということは、私たちが集めたアイテムを盗みに行っているのか。ゴブリンにあげる資産は一つたりともないよ。ストークとホラケアさんには頑張ってゴブリンを止めてもらおう。と言っているが、フードをかぶったゴブリンが先行しているぜ。ちょっとあのゴブリンは足が速いね。みんなが木を伐採しているところまでやってきたぜ。村までもう少しだよ。ゴブリンがやってきてみんな大騒ぎだな。でもあのゴブリンの狙いはアイテムだから、みんなに危害が及ぶ心配はないよ。後ろの方のゴブリンはもう少しで倒せるな。ゴブリンが貯蔵スペースに到着した。何か盗んだな。多分トウワタの種だね。なぜそんな微妙なものをチョイスしたんだ。しかし、種一つであろうがそれはゆっくりタウンの資産。それを取るなど許さん。お、種を放り出して逃げ始めたな。だけど、逃げ場はないよ。もうちょっとで倒せるな。あ、こいつもしかして、またアイテムを狙っているよ。懲りないやつだな。今度は収穫したトウワタを盗んだよ。こいつはトウワタに思い入れでもあるのか。町に来たゴブリンは撃破できたから、暖炉の近くにいる最後の一匹を倒そう。さあ二人とも、ゴブリンを倒すんだ。このゴブリン戦わずに逃げてばっかりだな。きっと非戦闘員なんだよ。なんか気の毒だな。彼はストークの経験値として生き続けるのだ。さて、舞台に帰ってきてもらおうか。ゴブリンが囲っていた骨の暖炉も壊せるみたいだが。あの暖炉は放っておくと勝手にゴブリンが湧いてくるよ。普通なら壊すけど、戦士のレベル上げに使えそうだからあえて放っておくよ。確かに、ここらのモンスターは戦って勝てる敵ばかりじゃないからな。はしごは撤去しておくよ。放っておいて敵に侵入されたら困るからな。初めての戦闘だったけど、二人のレベルは上がらなかったね。ゴブリン程度じゃあまり経験値が入らんか。ゴブリンが復活したらまた部隊を向かわせて、コツコツ経験値を貯めていこうかな。無理せずやるんだぜ。侵入者。エントリングっていう森の精霊だね。6体いるが、HP も低くて見るからに弱そうなんだぜ。ストークたちは無傷だし、今度はこいつらと戦ってもらおう。はしごを下ろして突撃せよ。敵も村に続く道ができたことが分かったらしく、こちらにやってきたな。ストークのレベルが上がったよ。お、少しは強くなったかな。戦闘の方はストークたちの優勢だね。エントリングに囲まれているが、それほどダメージを受けずに済んでいる。やはりエントリングは大したモンスターじゃないみたいだ。こうした弱い部類のモンスターが続いてくれればいいが、ストーンゴーレムや巨大な狼といった凶暴なモンスターもうろついているようだからな。楽な戦闘が続くことは期待できないな。山の上にゴブリンの暖炉があるから、とにかく今はそれでレベル上げをしていこう。戦闘には無事勝利したな。陛下が少ない今は力でゴリ押ししかできないけど、それだと敵の戦力が高い時に絶対に負けてしまう。いろいろな兵士を入れた部隊を編成することも大切か。なら、戦士の数も増やしていかないとな。そっちはゆっくり進めていいと思うよ。あんまりやりたくないけど、最悪村に来るまでのルートを全て塞げば敵と戦わなくて済むよ。まあ確かにそうか。でもこれはどうしようもない時の最終手段だからね。町の東側は外と行き来可能にしておくよ。おや、建物の中に明かりが見えるな。私が作った食材を置いてみたよ。いいと思うぜ、夜建物の中が暗いと気持ちも沈むからな。他にも装飾品を置くことで建物を飾ることができるよ。豪勢な建物で暮らしていれば、住民の心情も上がっていくかもな。移民レポートの時間だな。今回は総資産が足りなかったよ。あとちょっとだったな。何かアイテムを生産すればすぐにクリアできそうだね。
材料集めのために、下の段の木を切り倒そうか。建物を建てられる土地も確保できるし、一石二鳥だな。まあ建築用の土地にしてもいいけど、将来的に放牧地として活用してもいいかもね。畜産か。動物を確保できればお肉料理も作ることができるよ。お肉は大好きなんだぜ。まあ、放牧にもいろいろ準備があるから、今すぐにっていうのは不可能だけどね。お肉が待ち遠しいんだぜ。崖の上のゴブリンが復活したからストークたちを向かわせるよ。おや、何か冒険者が戻ってきたみたいだが。あ、すっかり忘れてた。マリサがいない時に、木の椅子とコオロギゴーレムを交換してほしいっていう冒険者が来たんだよ。コオロギゴーレム、なんだそれは。百聞は一見にしかず、実物を見てみよう。コオロギゴーレムはどこかな？侵入者だぞ。今取り込んでいるのに。って、なんじゃこいつは。バカでかいゾンビだな。HP が1680もあるし勝てないかも。ここははしごを外して敵が来れないようにするよ。慎重だな。私たち非戦闘員には戦う力がほとんどないからね。ストークとホラケアさんがやられたら多分全滅するよ。はしごの方は小手氏が片付けてくれたな。これであのでっかいゾンビを足止めできたぜ。早く大きな部隊を組織して、安心して暮らせるようになりたいよ。ゾンビはこれ以上進めなくて立ち往生しているな。一体いつまであそこに留まるんだろうね。住民の精神衛生上、早く立ち去ってほしいんだがな。さーて、みんなの食事を用意しないとな。おや、誰か来たのか。マリサ、ゴブリンの酋長がやってきたよ。ゴブリンの酋長だと。話を聞いてみようか。なんだこいつ、物資をよこせばここを攻撃しないと言いたいのか。完全なる恐喝だね。もちろんゴブリンに渡すものなんてないよ。帰って行ったが奴らが部隊を送り込んでくるかもな。近くにはゴブリンの野営地はないみたいだけど。まあ、ゴブリンくらい簡単に帰り討ちにできるだろう。そうだね、今は気にせず街づくりに取り組もう。移民レポートの時間が来たな。今回は余裕でクリアしたね。さて、どんな人がやってくるのかな。マードさんって人だね。あれ、うちにはマードさんって人はもういるが、同じ名前なのか。混同してややこしくなるから、彼には名字のウンボロを名乗ってもらおう。思考が高い職人向きの人だな。あれ、そういえばいつもなら名前を変えるためのダイアログが出てきていたが、今回は出ないじゃないか。実はね、名前を変えるのにあのモッドはいらなかったんだよ。なんだって。普通にキャラクターシートを開いて、名前のところをクリックしたら編集できるんだよ。じゃあ今まで必要もないモッドを入れてたのか。だから今はもう外しているよ。相変わらずざるいことしてるな。そしてここでウヨンドさんの名前がウンドヨになっていることに気がつく。何をどうすればこんなことが起こるんだ。これがわからない。あと度重なるごたごたのせいで、コオロギゴーレムを紹介するのをすっかり忘れていたよ。私もすっかり忘れていたぜ。コオロギゴーレムは他のアイテムと同じように地面に置くことができる。今ダフさんが運んでいるな。おお、動き出したのぜ。ゴーレムっていうのは私たちの仕事をサポートしてくれる機械だよ。コオロギゴーレムはフィールド上に散らばったアイテムを回収して、保管場所まで運んでくれるんだ。今ちょうど岩山の採掘作業が進められているが、地面に転がっている石材や鉱石をゴーレムが回収しているな。運搬作業しかできないけど、これでも労働者の負担を減らすことができるよ。これは便利なんだぜ。ジャイアントゾンビはようやくいなくなったな。これで一安心だね。開拓地に平穏が戻ったところで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。